主要皮脂植物のユリノキの花主用皮脂植物は皮脂植物の1グループである皮脂植物の4つの系統群のうちの一つで全皮脂植物からアムボレラ目水蓮目アウストロバイレア目の3つの系統群を除いた残りから構成される単系統群である分類階級はないが系統関係に基づいて分類群を命名するルールであるファロコドのシステムに 基づいて、メイアンジーアスパーミーと命名されている。主要皮脂植物は、皮脂植物全体の約99.95%にあたる約35万種を占めており、残りの約0.05%にあたる約175種は、キ部皮脂植物と呼ばれる側系統群に相当する。APG3 でも同様のクレードが認識されるが、名前は与えられていない。 主要必植物以外の皮脂植物のグループには、アムボレラ目、スイレン目、アウストロバイレア目の3つの目が存在する。これら3つの目からなる原始的な必死植物の側系統群が、基部必死植物である。主要必死植物は、以下の5つの系統群からなる。主要必死植物、メイアンジーアスパーミーは、分類階級が与えられていない名前であり、系統樹の節をベースにした。 系統群に対して与えられた名前である。その系統群の定義は、アメリカ鈴鹿ケノキを含むガムボレラ、ニオいヒツジグサ、アウストロバイレアを含まないようなクラウングループの中で最も包括的なのものとされる。分子系統学の研究では、主要必植物のクレードは単系統群に分類されるグループとして常に強く支持されてきた。主要必植物のべてに共通するが、 キブヒシ植物には見られないような特徴的な形質は、成熟した段階のものでは見つかっていないものの、肺発生の初期段階のものでは見つかっている。肺種は、肺脳と呼ばれる、肺偶体を一つ包み、肺脳は二極の構造で八つの細胞核を含む。反則細胞は宿、あり性で、肺乳は三倍体である。白亜紀の大手テリー武器の地層から、 最古の必子植物の化石として知られる主要必子植物の化石が見つかっている。DNA シークエンスの比較による分子時計から主要必子植物の起源は1億4000万年から1億5000万年前の間の白亜紀初期頃に登場したとされる。この時期はジュラ紀中期に最初の必子植物が登場してからおよそ2500万年後に相当する。 主要筆植物の登場から1億3500万年後、主要筆植物は適応放散し、千両目、木蓮類、炭子葉類、松芽、新生草子葉類の5つのグループに分かれている。5つのグループへの進化の放散は、おそらく約400万年の間に起きている。約400万年間にわたる、この適応放散の期間は、約1億4500万年前から始まる。 主要必死植物の進化史から見ると短いものであるが、同時発生的とも言える主要必死植物の5つのグループが分化した後の期間は長い。主要必死植物の系統樹の内部の分岐がどのようになっているかはまだ解明されていない。2007年、2つの研究で葉緑体ゲノムの大部分を比較し問題の5グループ間の系統関係を解明しようとした。 これらの研究では、主要必食植物の系統関係として最も近しいだろうものとして合意が得られた、単子葉類は染料目、新生総死用類の系統群と姉妹群であるとされた。しかしながら、この結果は、統計的に強い支持が得られたものではなく、単子葉類については、他の樹形の方がよりわずかにより信頼性が高いという、検定結果もある。これら二つの研究では、 DNA の系統解析で用いられた種数がそれぞれ45種、64種と分類群の大きさに比して少ないものとなっているが、これは葉緑体ゲノムが完全に解読された種数が少ないことによる。ありがとうございます。